高濃度 1000ppm 溶け込んでいる炭酸水というのは全然シュワシュワしていません。炭酸化粧品はシュワシュワしているっていうイメージだけを持ってしまうと全然違うものを買うことになってしまいます。はい、皆さんこんにちは。50代からの大人の美容についてお伝えしています。炭酸美容家高橋ひろみです。最近炭酸化粧品が結構たくさん販売されていて、ネット検索してもいろんな種類の炭酸化粧品が検索から上がってくると思います。そんな中で皆さんからどれを選んだらいいの、いろいろありすぎてわからないというご質問をいただきました。なので今日はですね、皆さんが炭酸化粧品を選ぶ時のヒントになることを専門家の目線からお話ししていきたいなと思います。なのでよかったら最後までぜひご覧ください。チャンネル登録がまだの人はぜひチャンネル登録をしてからご覧いただけると嬉しいです。さて、私はですね、炭酸美容に出会ってからすでに15年が経過しています。この15年の間、ずっと炭酸美容をやり続けていて、自分自身の肌が前よりもずっと元気になって、お肌が綺麗ですねって言われることがすごく増えてきました。この動画でも結構白髪の動画を出していて、白髪の動画を見てくれてる人から、高橋さん、お肌がすごい綺麗なので、そっちも気になりますというようなコメントをいただくこともあります。この美肌の秘訣は炭酸美容に他ならないと私は思っているので、今日はですね、どのような炭酸化粧品を取り入れたらいいか、それが分かるヒントについて皆さんにお伝えしていきたいと思います。まずはじめに炭酸美容って何っていう話をしていきたいと思います。炭酸美容は炭酸ガス美容です。炭酸ガスは二酸化炭素のことで、二酸化炭素がお水の中にたくさん溶け込んでいると炭酸水になります。この炭酸水を使ったスキンケアが炭酸美容の一番シンプルな形です。炭酸水を使ったスキンケアには美容効果が2つあります。まず1つ目、それは血行促進効果です。二酸化炭素がお水の中にたくさん溶け込んでいるので、その二酸化炭素が皮膚から血管に入っていくことができます。血管に入っていた二酸化炭素は一時的に血管内に増えていくので、それを押し流そうとして血流が増えて血流が良くなるんです。血流が良くなると酸素や栄養素が細胞に届くので、お肌の新陳代謝が高まります。もう一つの効果には洗浄効果があります。これは汚れを落とす効果ですね。この汚れを落とす効果をうまく使ったのが炭酸のヘッドスパになります。これは以前に動画でご紹介しているので、ぜひそちらもご覧いただけると嬉しいです。汚れを落とす効果があるので毛穴がすごくきれいになります。炭酸水を使ってスキンケアをすると毛穴が綺麗になったっていう声を一番よくいただきます。皆さんも手軽にできるのでぜひやってみてください。この炭酸美容の2つの効果を得るためには、実は炭酸ガスが高濃度に溶け込んでいないとダメなんですね。で、高濃度って何かっていうと、炭酸ガスが 1000ppm 以上を溶け込んでいることが高濃度となります。で、じゃあ高濃度ってどれぐらいかっていうと、実は炭酸水ありますよね。炭酸水は開栓した時、シュッて開けた時は実は 5000ppm ぐらいあるんです。特にウィルキンソンとか、最近はストロングなんて出てると思うんですけれども、そういった炭酸水は 5000ppm 以上炭酸が溶け込んでいます。ただしコップにこう注いだ段階でどんどん炭酸ガスは抜けていきます。なのでちょっとコップに置いて落ち着いた時はだいたい25度ぐらいで 1500ppm から 1800ppm ぐらいに落ち着きます。なのでそれを使うことによって炭酸の美容効果を得ることができます。
慌てて使う必要ないっていう、まあそういうことになります。ちなみに微炭酸といっても3000ppm ぐらい入っていますので、十分高濃度ということができます。炭酸のイメージってどうしてもシュワシュワしているとかパチパチしているっていうイメージがつきものなんですけれども、実は高濃度 1000ppm 溶け込んでいる炭酸水というのは全然シュワシュワしていません。むしろ気の抜けた炭酸水でスキンケアしても十分効果がありますので、ぜひね、その炭酸の刺激が気になる人は気の抜けた炭酸水を使ってみるといいと思います。はい、というわけで今炭酸美容の効果についてお話をしました。で、続いてですね、本題に入りますけれども、どんな炭酸化粧品を選んだらいいのかというところに行きたいと思います。まずですね、炭酸ガスの濃度が大事だよっていうお話はしました。 1ppm 以上溶け込んでいることが大事ということを言いましたが、炭酸ガスはご存知のようにどんどん抜けていきます。なので放っておいたら炭酸ガスはなくなっていくんですね。なので炭酸ガスが抜けないというところに着目してください。つまりですね、どういうことかっていうと、一回使い切りとか、その場で炭酸を発生させるとか、あるいはエアゾール缶、スプレー缶ですね、そういったものを使っている、まあこれが大事になってきます。なので普通のスプレーね、蓋を開けたら中身が出るようなスプレーに入っているものは炭酸ガスを長時間閉じ込めておくことができないので、そういった容器に入っているものは炭酸効果がありません。はい、そしてですね、もう一つ、炭酸がシュワシュワしたイメージがあるというお話をしたと思うんですけれども、このね、シュワシュワがくせ者なんですね。というのはですね、炭酸ガスじゃないものでシュワシュワさせている、シュワシュワしているように見せているというものがあります。ここはですね、ぜひ化粧品の裏を見てほしいんですけれども、そこにどんなガスが使われているかっていうことがしっかり書いてあります。そこに二酸化炭素とあればいいんですけれども、たまに LPG ガスとかイソペンタンみたいな炭酸ガスではないガスを使って泡をモコモコにしているものもあったりするので、そこは必ず購入前に自分で確認してみるようにしてください。炭酸化粧品はシュワシュワしているっていうイメージだけを持ってしまうと、全然違うものを買うことになってしまいます。せっかくの炭酸美容、やはり炭酸ガスがしっかり中に溶け込んでいるものを使ってほしいなと思うので、そこは必ずチェックするようにしましょう。はい、というわけで今日は炭酸化粧品を選ぶ時のヒントについてお伝えしました。炭酸ガスが高濃度に溶け込んでいるものを選ぶこと、その時に気をつけなきゃいけないのは、炭酸ガスは飛びやすい、なくなりやすいので必ずスプレー缶のような缶に入っているものを選ぶこと、それからその缶の裏を見て二酸化炭素や炭酸ガスというふうに書かれているものを選ぶこと、これが大事なポイントになります。私自身が15年以上炭酸美容を取り入れてきて、非常にお肌が綺麗になったと実感しています。なのでぜひ皆さんもよかったら炭酸美容を取り入れてみてください。まずは炭酸水から始めてみるのもめちゃくちゃいいと思います。これなら誰でも簡単に取り入れることができるからです。これからもですね、炭酸美容の手作りだったり取り入れ方だったり、いろんなことをこのチャンネルでも発信していきたいなと思いますので、よかったらチャンネル登録と通知ボタンのオンをよろしくお願いします。というわけで今日も見てくれてありがとうございます。この動画が良かったよっていう人はぜひグッドボタンをお願いします。このチャンネルではアラフィフや50代からの大人の美容についてお伝えしています。それではまた次の動画でお会いできるのを楽しみにしていてください。それではね、またねー。